Anything at all but it's you. Any other girl but it's you. I'm dreaming about anything at all but it's you. Any other girl but it's you. I'm dreaming about 髪の毛さらに短くなりました。 YouTube で今話題のキャメロンディオス丼早速ですね作ってみました。結構ね美味しくできました。ヘルシーでね食物繊維いっぱい取れるということでおすすめです。はい、まやじゅんです。まやじゅんスタイルへようこそ。髪の毛いかがでしょうか。結構ね短くなりました。こんな感じ。後ろ前はそこあのフロンフェイスラインはそんなにねカットしてないんですけど、後ろはねあの長かったのでちょっとボブな感じにして、レイヤー入れレイヤーというか、シャキーにしてついてもらって、あの人の方だけなんかこういう風にしてないとすっごい広がっちゃうんですよ、ボーンってだから結んでますけど、いかがでしょうか。こんな感じです。まやじゅんです。久しぶりっていう感じで、今日はねあの新宿に行ったらIKEAアイケアがなんかあったので、新しくできたみたいなので、行ってみました。そしてね、何を買ったか、23点買ってきました。こんな感じです。こんな感じ。なんかね、これ、あのミディアム、これ、ミディアムサイズの、あのバッグなんですけど、こんな感じのバッグがいっぱいなりました。結構ね、重い。まずこのクッションです。こんな感じまずねこのクッション、期間限定で発売っていうことでね、なんか可愛いので買ってきました。そしてこれが中身のクッションです。そしてこれがねバスマットです。グレーのバスマット。そして細かいものですけれども、バッグ、なんかちっちゃいサイズのバッグとミディアムのなんかトートバッグみたいな、エコバッグ、なんですか、肩からも下げられる。あと電池関係、このこういうやつですね、充電ができるっていうやつ、3つぐらい買って、でねこの電池がねすごくね安いんですよ。リチウム電池、それで炭酸と太陽を結構買いました。5つぐらい、結構ね電池使うものが多いんですよね、なんかお部屋のライトとか。あと前かあの買ったコースターコルクのすっごい良かったので、これを2つ入ってるんで4個ってこと、2つ買ったので4個買いました。必ずね電池は IKEA 行ったら買うんですけど、 このサイズも買いました。それからなんか暗いとこでも見えるというあの時計、今何時、まあ携帯があるけどね、ちょっとパッと見えるとこに時間を確認できればいいかなと思って、これがねバンブーのトレーですね。このサイズがねちょうどよくって、ちょっとね飲み物となんかこうデザート系とか果物を2つ乗るので便利かなと思って、これバンブーのあの携帯をこう置くもの、これですね。これいろんな種類が出てて、このシリーズ、あの iPad を置けるやつとか、あと、まあ、携帯も小さいやつもあったし、なんかいろんなねこのバンブーシリーズいっぱい出てました。でね、やっぱりまあ、ダイエット、食物繊維をたくさん取った方がいいっていうことで、便秘の解消にもなるしということでね、ちょっとあのオートミールのダイエットを始めようかなと思って、まず実験っていうことでね、オートミール買ってきました。はい、早速ですね、今日業務スーパーに行ってオートミール買ってきました。今 YouTube で話題の
キャメロンディオス丼作ってみました。すごくね、美味しかったです。和風な感じでちょっとアレンジもしてみました。こんな感じです。はい、オートミール早速作ってみました。すっごい美味しかったです。家にね、あのYouTuberさんのレシピを見ながら作ったんですけども、家にちょっと刻みネギがなかったので、代わりに鰹節とあの業務スーパーで買ってきたちょっとピリ辛のあのふりかけ、明太子ふりかけみたいなのを入れて作ってみました。こんな感じです。作り方レシピはあの YouTuber さんが教えてくれた通りに作ったんですけれども、めっちゃ簡単で、オートミールを鶏ガラスープと一緒にこう茹でておいて、茹でるっていうかこうお湯でね煮込んでおいて、そしてバターであのみじん切りした、みじん切りっていうか、まあ適当に切ってもいいんですけれども、お好みで切った玉ねぎと炒めて、生姜で味付けをして、でそこに卵白、黄身はなしの卵白をあの4つ入れて、で炒めるだけで、その炒めたものをオートミール作っておいて、オートミールと混ぜるだけで、味付けはまあ刻み海苔入れてもいいし、で私はちょうどおネギがなかったので、かつお節と海苔とあのピリ辛のふりかけをかけました。そしてね、やっぱりあのポン酢があのすごくね効いてるんですけど、ポン酢をかけるとすごくね日本人好みの味になって、食べやすくなってね、オートミールも美味しく食べれました。あの卵白なのですごくね栄養価もタンパク質も取れるし、いいと思います。ということで、すごくね簡単なので栄養価もいいし、ダイエットにいいかなと思って作ってみました。皆さんもトライしてみてください。I don't think I'll ever fall in love with you.